こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつも癖ありな物件紹介にお付き合いいただきありがとうございます。今回はちょっと趣向を変えまして、都心の川沿い物件最高なんじゃない仮説を検証していきたいと思います。まあやっぱり、仕事してると都会に住みたいというか、都会の利便性や刺激って魅力的ですよね。なんなら食住近接で、オフィスまで歩いていけたりするといいんですが、都会はコンクリートジャングルなので、窓の外はお隣さんの壁だったりするわけですよ。でも、都会に住みたいし、窓からはいい景色が見たいけど、タワマンは高そうだし、なんて悩みを叶えてくれるのが、都会にある森だったり、川だったりするんですよね。例えば、東京駅まで徒歩圏内に住もうとすると、皇居周辺は景色いいけど、お値段が高すぎるし、どこかいいところないかな。駅の東側はどうだろう？お、この辺の川沿いとかちょっといいんじゃない？これは隅田川かな？ 3D にしてみると、高さや窓からの景色なんかも、ちょっとイメージできそうですよね。川沿いでも駅側だったら、東京駅まで歩けそうだな。なんて思いながら、夜な夜な Google マップを使い倒して、物件を探すのが楽しかったりします。何この景色？ Google マップから現実世界にやってきました。先ほどの隅田川沿い。対岸にはタワマンがずらりです。東京駅に近い画面左手サイドには中層のマンションが並んでいます。何せここは東京駅から徒歩20分強の都心。一本通りが違えば、360度ぐるりと周囲を建物に囲まれ、眺望なんて完全にゼロ、日当たりだって極小なんてのが当たり前なわけですよ。それが、この川沿い1列目の物件だけが、この開放感を味わえるんです。特別感がヤバすぎです。僕は都会で自然環境ある物件が好きなので、自分で家を探すときは、特定の川沿い公園沿いなど、ピンポイントでマンションをリストアップし、空室を待つというマニアックな探し方をしたりすることもあります。ちなみに、この川沿いのマンション4階からの眺望がこちら。バルコニーが最高に気持ちいいです。タワマンから眺める。ではなく、タワマンを眺める。個人的な好みなんですが、タワマンの高層階で景色がいいときより、低層中層の建物なのに眺望がいいときの方がテンションが上がるんですよね。タワマンで景色がいいのは当たり前というか、ギャップがないんですが、低層階で眺望がいいって特別感あるじゃないですか。で、福岡くらいの地方都市でも、中心部はコンクリートジャングル、天神、博多という二大ターミナル駅の間に川が流れているんですが、なんかこの川沿い良さげじゃない？なんて思いながら、川沿いの建物をウォッチするのが好きなんですよね。というわけで、やってきました。前置きが長くなりましたが、今回はこの川沿いの物件を内見していきます。癒される景色だな。今見えているこちらの建物が今回の物件です。築46年で、もともとは古いマンションで内装もボロボロだったらしいのですが、立地が良いので、数年前に一棟丸ごとリノベーションされたそうです。ちなみに、今回内見するのはホテル仕様で改装されたお部屋。ホテルといえど、キッチンもあって長期滞在できる仕様らしいのですが、コロナの影響で一部が賃貸物件に生まれ変わりつつあるそうです。以前ご紹介した、借りる前に泊まれるという物件がありましたが、今回も同じ形式ですね。さて、ようやく建物正面までたどり着きました。チャンネル始まって以来の前段長すぎてすみません。なかなか渋い外観です。で、もうちょっとだけ寄り道させてください。ホテルとして運営しているフロントとダイニングスペースは地下にあるそうです。なるほど、こんな感じですね。さて、改めまして、建物のエントランスはこちらです。なんか外壁のサインがかっこいい。植栽とエントランスドアの雰囲気もいいな。あ、そういえば改装前のエントランス写真がありました。変わりすぎ。もはや別人。いや別ビル。そして何やらおしゃれなエントランスドアを開けると。これは素敵ですね。なんだろう。古いマンションのエントランスってイケてないことが多いんですが。ニューヨークみたいなイメージ？知らんけど。はい。5階に到着しました。もともとマンションだったということで、おしゃれなマンションの廊下っぽいテイスト。今回は2部屋を内見していきます。まずはこちらから。54平米のワンルームタイプです。お、室内は新しい。築46年な感じは全くしませんね。しっかり玄関もついています。ホテルだけど限りなく住宅仕様ということでしょうか。天井高いなぁ。コンクリート剥き出しの天井に、ルーバー間仕切りというスタイル。先が気になります。
が、まずはこちらから。シューズクローゼットですね。普通に大容量です。いや、これ普通に住宅ですね。廊下を進んでいくと、何やら扉が並んでいます。建具のデザインが個人的に割と好きなタイプ。これは完全に住宅街。いや、むしろホテル感がどこにもありません。こちらは、クローゼット。備品がちょっとホテル感ある。で、こちらは、洗面台が2個あるのね。これはホテル倍。54平米で洗面2個はホテル倍。トイレと洗濯機スペース。洗濯機もあるのは住宅より。ホテルなのか住宅なのかどっちなんだい？ホテル。って筋肉芸をやりたくなってしまうような仕様ですね。まったく。家具もキッチンもついてて、ホテルサービスも受けられるので。サービスアパートメントという表現が良いのかな？浴室は、こちらも普通に綺麗めのユニットバス。住めますね。少し前にあの帝国ホテルが30泊36万円と長期滞在プランが話題になっていましたが、そういったケースも増えていくのかもしれません。ただガチのホテルだとキッチンや洗濯機がないので、常に外食&ランドリーのリッチな生活になりそうですが。さて、こちらが LDK スペース。キッチンはカウンターキッチンで、こう見ると完全に住宅です。電子レンジもありますね。棚には食器類もあり、今すぐ住めます。キッチンとしても普通にしっかりしています。一応、いつもの癖で体が勝手に扉を開けまくってしまいます。いろいろ揃ってます。冷蔵庫もあり。キッチンからの眺め、部屋全体が見渡せます。あ、窓の向こうは川ビューですよね。楽しみです。こちらはダイニングスペース。天井ボードは取っ払って、コンクリートむき出しです。椅子は4つもあるし、ソファーも大きめ。余裕で友達呼べる広さです。これはホテル映え。このツインベッドな光景は完全にホテルです。リノベーションしたコンクリート剥き出し仕様なのに畳というのも面白いですね。古いマンションをリノベーションした部屋の暮らしがどんな感じなのか体験したい方にも良さそうです。ワンルームで空間は一つだけど、このルーバーで緩く区切られています。完全な個室が欲しい方と、個室よりも広い大空間が欲しい方で好みは分かれそうなところ。まあホテルなら個室はいらないですよね。というわけで、以上が室内のご紹介でした。続いて気になる眺望を見ていきましょう。お、なかなかに気持ちいい眺望です。川のおかげで100メートルくらい向こうまで一切建物が建っていないので、空は広いし、圧迫感も見られ感もないですね。これが川沿いじゃなければ、窓の前はお隣さんの壁だったりすることもあるわけで。やっぱり都会の川沿いはいいなぁ。川沿いでも郊外とか戸建てやマンション低層階だと水害など心配な面もありますが、都市部で整備された川沿いの上層階なら個人的には特にネックもなさそうな気がしますが、どうなんでしょう。改めまして、こちらが間取りです。 2LDK にできそうな広さをワンルームで贅沢に使った空間でした。間取り図を見てもやっぱり洗面2個はホテル映え。ちなみに改装前というか改装中の写真がありました。
いや、怖しすぎ。ということで、もう一つの部屋を見に行きましょう。こちらは43平米ということで、先ほどよりも少し小さめ。デザインは似てるので、ホテルなのか住宅なのかどっちなんだい?の視点でさらっと見ていきます。キッチンはさっきより小さめ。43平米で洗面2個は確実にホテル映え。水回りは基本先ほどと同じですね。さて、リビングスペースは確実にホテルですね。ベッドが丸見えだし、ダイニングテーブルもないタイプ。これはホテルです。眺望は変わらずグッドです。ということで、今回の検証結果ですが、都会の川沿い物件はやっぱり最高っぽい。ホテルを住宅にすると突っ込みどころが出てくる。でした。一応こちらの間取りも。間取り図って不思議な魅力がありますよね。住んでる家はあるんですが、ここに住むならどうしようか、なんてつい考えてしまいます。ベッドを詰めて、ダイニングテーブルどう置こうかな、とか。川沿い物件いいな。散歩やランニングなんかも楽しそう。興味ある方は泊まって生活を試してみても良いかもしれませんね。次回も変わった物件の内見を予定しています。お楽しみに。チャンネル登録してね。してね。しとると？しとったと？そうね。そうやったとね。ありがとねー。